はい、今回ですね、ご紹介するオートバイ、こちらはですね、ホンダの R&P というですね、オートバイです。バイク店をやっていまして、何乗ってるんですかとかね、やっぱりこう聞かれることもあるんですけども、置いてあるバイクっていうんですかね、販売しているバイクも全部自分のものということも、そうなんですけど、自分のオートバイなんで、販売するまではね、お客様の手に行くまでは全部自分のものなんですが、実際やっぱ商品ですのでね、なかなかその自分のっていうことはなかなか言えないわけです。で、唯一ですね、もう売り物じゃない、自分のバイクっていうと、CT100 等というのもあるんですが、ちょっとですね、エンジンを部品、他のもの、中古の仕上げ用に部品取りにしてしまったので、走れない状態になっているんでね、それは自分のではあるんですが、なかなかね、なんとも言えないところが。で、その中でね、やっぱりこの R&P は自分のかなということが言えます。はい。こちらね、台車がないときにね、スクーターとか出ちゃってるときに、常連のお客様とかですかね、大体がね、乗っていかれることが多々ございます。はい。なかなかね、個人的には気に入ってるんですが、台車として乗ってかれる方がね、お客様が気に入ってるかどうかはもちろん分かりません。はい。なのでおそらくですね、私が乗っている距離よりも、他の方が乗ってる、距離の方が多いのではないかと思ったりもします。はい。それでですね、 R&P というオートバイなんですが、ですね、これライド&プレイという言葉から、来ているということです。乗って楽しんでっていう感じですかね。はい。1978年ぐらいに初期型が出たんですかね。で、最終型が80年か81年ぐらいまでだったと思います。はい。特徴としてはですね、やっぱりこの大きいタイヤですね、これ等インチなんですけど、 5.4 インチというサイズ、 5.4 の10というサイズですね。はい。同じサイズがついているモデルとしては、ノーティーダックス、これの R&P のちょっと前のモデルですかね、ノーティーダックスっていうモデルと、あとモトラーですね。あとはですね、ちょっと鈴木さんになりますけども、バンバンの50とか75って呼ばれているモデルですね。こちらですかね、この50、75が同じサイズのタイヤを、装着していたと記憶しております。はい。で、パターンがですね、3種類ありまして、このタイプと、あとバンバンとかに使われているこう横型の横にこう波があるタイプと、あとモトラに使用されているこうブロックタイプですね。その3種類があって、今でもブリヂストンさんから購入できます、新品買えますので、そのあたりはね、いいのかなと思います。はい。それでエンジンなんですけど、これいわゆるね、ホンダの縦型50、また今は、また 100cc とか 80cc とかいろいろありますけど、やっぱりね、ホンダさんの功績っていうんですかね、なんといっても素晴らしいのはやっぱりエイプを出したってことですね。いわゆるこう CB50 から始まってるんですけども、1970年か69年ぐらいですかね、初期型の CB50 あたりから、いわゆるこのエンジンが搭載するように、なったと記憶しております。で、初期型はちょっとね、互換性がないんですよね。途中ちょっとこういろいろと、初期型と、で、その次に出た CB50JX っていうタイプですかね、モデルチェンジして、で、そのエンジンはもうエイプと、今ついこの間まで販売していたエイプと、基本的には一緒、ということが言えます。はい。で、電装とかね、そのあたりがちょっと違うので、どうかなとは、まるっきり一緒っていうわけではないんですが、ただですね、いわゆるその CB50 に
とかね、まあ、1970年ぐらいのエンジンにエイプのエンジンを搭載することが可能なわけです。はい、ですので、今までね CB50、XE75 とか、まあ、いろんな音がありましたけど、それがね、現代のものとしてね、乗ることができるっていうのがね、何よりも素晴らしいことかなと思ったりもします。はい、もちろんね、オリジナルじゃなきゃダメだっていう方もね、いらっしゃることとは思います。はい、まあ、それもね、一つの良さ、ね、オリジナルで乗るっていうのも良さですし、それをね、今のものにエンジン乗せ替えたりしてですね、電装も 12V にしたりして乗るのも、それもいいのかなと、思います。はい、でこちらは、まあ、ちょっとね、いろいろいじってございます。はい、例えばね、メーターがちょっとこういうメーターに変わってあります。はい、あとはそうですね、ホイールですね。ホイールがやっぱこう鉄、ノーマルは鉄なんですけど、どうしてもこうやっぱり水が入って最終的にこう裏側どんどん錆びてきますね。それで最終的にはこう穴が開いちゃうと、こういうところにですね。ですので、まあこれね、社外の G クラフトさんですかね、G クラフトさんのいわゆるノーマルと同じサイズの、リムを使っております。はい、でこういうのがね、またあるっていうのも、やっぱり助かりますよね。はい、フロントフォークとかね、これ結構綺麗なんですけど、これ一回新品使ってます。はい、ホンダから純正取り寄せて、使ってますので、やっぱり、まあ、綺麗ですよね。でも、やっぱりね、交換してから、もう8年ぐらい経ってるんですかね。確か、店始めてしばらくしてから、これ、買って、手を入れた記憶がありますので、まあ、でも十分綺麗な状態を保ってます。はい。あとですね、まあ、マフラーですね。マフラーは、こちらはね、吉村。ね。吉村のチタンサイクロンというタイプを、まあ、エイプ用ですけどね、それを使っております。でステイがね、ないので、まあ、よくあるパターンでね、このメガネレンチね、これをステイに、使用しております。はい、あ、ちなみにですね、こちらのキャップ、ラクーンですね、ラクーンのキャップ使ってます。はい、ラクーンってなんだね、ホンダのあのツースサイクルのシティアメリカンっていうんですかね、そういうのがございました。はい、でエンジンをですね、これバッテリーやっぱりついてないので、どうしてもねメーターはこうなってしまうんですけどね、でこんな感じで、かかります。はい、こんな感じですね。でヘッドライトはね LED に変えてあるので、まあ、こんな感じでね、なっておりますね。で、エイプのもう電装なので、ウインカーとかもね、すべて変わっております。はい。まあ、あ、さすがね、やっぱ吉村さんのマフラーはいい音がします。はい。で、まあ、どうでもいい話なんですけど、こちら、おっぱいウインカーですね。はい。あの昔のあのホンダの車に使われていた先がこうねとんがっているタイプのウインカーでございます。はい、でこれで、ね、今も買えるんですよね。はい、今わかんないですね。今これ買ったのはでも、まだそんな経ってないと思うんですけど、 1,2 年前ではないかと思うんですが、はい、でこの後にあるあの ここが段付きになっているタイプはね出ないんですよね。なので、段付きの方がこの後の段付きの方が貴重ですね。はい、まあ、そんなこんなでですね、こちら、今回はね、まあ、私物、まあ、ただね台車と、台車としてあの出したりもしてるんで、機会があればですね、お乗りいただければと思います。はい、はい、今回はですね、ホンダの R&P こちらの紹介をさせていただきました。